皆さんこんにちは、さとこです。今日は9月のシンプルな、バレットジャーナルのセットアップをご紹介していこうと思います。使うのは今回はトンボ鉛筆さんの ABT70N79 と990の2色を使うことにしました。黒ペンは無印良品のゲルインキボールペン黒 0.38mm を入れています。でノートは引き続き無印良品さんの A5 サイズの方眼ノートですね、こちらを使用していきます。で今月も、本当にシンプルなデザインです。多分今までの中で一番シンプルなんじゃないかぐらいシンプルなデザインになりました。で、カレンダーは基本的には、ちょっと色をつけてマークをするだけで、あとはこの右側を今まではノートだけにしてたんですが、ノート上がノートで下がインポータントタスクにしたので、何か予定があるときはこのインポータントタスクスの方に書くようにする仕様にしました。で、あとゴールを3つ、ね、何かしらやっぱり目標があった方が、いいのかなと、いつでも目に入るこのカレンダーのところにゴールを書くところを入れました。で、あまりにもシンプルすぎたのでちょっとこの模様を入れてみたんですけど、案外難しいですよね、こういう簡単な模様をいい感じに描くのって、と思いながら描いてました。でこちらが、トラッカーのページになります。上がハビットトラッカー、下がムードトラッカーです。で今まではムードトラッカー描いてなかったんですが、先月ムードトラッカーもぜひっていうのをリクエストをいただいてたので、今回はムードトラッカーを入れてみました。でこの少ない色数でどんな感じでムードトラッカーをしていこうかなと思って、でまあ、ただ単に印をつけていくだけではちょっとつまんないかなというふうに思ったので、横に伸びる棒グラフ形式にすることにしました。で短いと、まあ、イライラとかの日で、長いとハッピーな日ですね。4段階で棒グラフを書いていきます。で右側がフレーズのページですね。このシンプルバレットジャーナルを作ってから全部アスリートの方の言葉を書いてるんですが、これはメッシの言葉で、努力すれば報われる、そうじゃない、報われるまで努力するんだと、私も耳が痛くなる感じの言葉で、あ、いいなと思ったので、メッシのユニフォームと一緒に書いてみました。でこちらのページからが、ウィークリースプレッドのページになります。で、このウィークリースプレッドの曜日の部分ですねは、こちらストアで販売してるんですが、私のこの曜日ステッカーですね、これをラベルシールに印刷したものなんですが、それを貼っていこうと思います。で白いラベルシールに印刷したんですが、透明の方が良かったかなと貼ってから思いました。ちょっとこの無印の紙は少し黄色がかってるクリーム色なので、白に印刷しちゃうとこう白がすごい目立つので、クリアのラベルシールに印刷した方が良かったかなとは思います。こちらリンクは概要欄に記載しておきますので、もし気になる方はぜひご覧いただければと思います。で、先月と同様ですね、ノートの欄とネクストウィーク、来週の予定を書く欄、あとはカレンダーは今月の分と来月の分2つ書いています。こちらからが2週目のデザインになります。1週目のデザインもこの2週目のデザインもシンプルな、本当にシンプルなデザインに抑えているので、使う時に好きなステッカーを貼ったりとか、こうデコレーションも楽しめる感じにしています。でこちらのデザインに関しては両端を開けているので、左側の空いている部分に9月のカレンダーとノートのセクション、右側の空いてる部分は10月のカレンダーとネクストウィークのセクションにしました。で両方とも下まで空いてるので、まあ、どんどん予定を書き入れられるようにしています。ただネクストウィークに関してはこんなにいっぱいスペースいらないと思ったので、下の方にメッシの他の名言言葉を入れることにしました。乗るべき列車は一度しか通らない、まあ、チャンスを逃すなみたいなことだと思うんですが、こんな感じで完成しました。では最初から振り返っていきましょう。まずはこちらが、カバーページのカレンダーのページですね。でこの
予定がある日はこのベージュの方の色で印をつけて、インポータントタスクスの方に何の予定なのかを書くスタイルにしようと思います。で、次がハビットトラッカーとムードトラッカーのページで、ムードトラッカーなんですけど、先ほどちょっと横の棒グラフ形式ですとお伝えしたんですが、ちょっと試しに書いてみたいと思います。こんな感じでこう該当するこう気分のところまで伸ばしていく感じですね。これもこのベージュの色を使うイメージです。結構これがやってみたら思ってたよりも可愛いので、私のもう一つのバレットジャーナルの方でもこのスタイルもいつかやってみようかなというふうに思いました。で、こちらからがウィークリースプレッドになります。で、ウィークリースプレッドに関しては2週分しか作っていないですが、3週以降に関してはこのデザインですね、2つのデザインを踏襲して作成していこうと思います。いかがでしたでしょうか。9月のシンプルバレットジャーナルのセットアップでした。私的には日本語で何かフレーズを書くのは初めてだったんですが、すごい可愛い感じにできたので、これからも日本語で書くっていうのもやってみようかなというふうに思います。少しでもご参考になったら嬉しいです。本日もご覧いただきありがとうございました。もしよろしければこの動画のいいねとチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。